皆さんこんにちは、ディフィトルナの飼い主の青柳です。今回の動画ではゼラチンとペクチンの預かりボランティアをすることにした理由やきっかけについてお話ししようと思います。本当はもっと早いタイミングにこの動画を出したかったのですが、伝えたいことが多すぎたりして動画にするのに時間がかかってしまいました。すいません。まず子猫の預かりボランティアをやろうと思った大きな理由としては、ルノの出身施設でもある月猫カフェ、そしてその運営団体である月猫北海道に協力したいという気持ちがありました。2020年にルノを譲渡させていただいて、その少し前から月猫北海道のことを知ったわけですが、インスタやフェイスブックや YouTube での投稿を見たり、実際に月猫カフェを訪れたりして、知れば知るほど月猫北海道の活動の凄さに打ちのめされるというか、めちゃくちゃすごいなっていうのを感じざるを得ないんですよね。猫の保護活動をして、その猫を新しい里親につないでいるっていう、簡単に言えばそういうことにはなるんですが、その実態の一部分を覗かせてもらうと、その活動の凄さがなんていうか、めちゃくちゃすごいなっていうのが、実際に活動してる、参加してるわけではない僕ですらそれを感じることができるんですね。そこら辺については月猫の YouTube を見たりインスタを見たりしてもらえたら感じられると思うので、皆さんにもぜひ見ていただきたいんですが、その月猫北海道の活動に僕のできる形で参加したいなと思ったのが、預かりボランティアをやることにした大きな理由の一つです。この僕のできる形というのが今回のお話において大事な部分になるかなと思います。それについては後で詳しくお話しするんですが、まず時系列できっかけや気持ちの変化についてお話をさせていただくと、ルノを譲渡させてもらった2020年の時点で、月猫北海道に何か協力できないかなとは思いつつも、実際に掃除や飼育のボランティアに参加するという余裕もなくて、まあ、もちろん預かりボランティアもできないよなと思ってました。まだルノのことで手一杯だし、ルノが落ち着いても猫2匹いる家で預かりボランティアって厳しいよなとか思っていました。そのまま時は流れ、2022年になり、ルノも大きく育って健康面での心配もルノが小さい時よりは全然しなくても良くなりました。そんな折に僕の兄であるベーコンから子犬を預かることになるかもしれないという話を聞きました。ベーコン家ではポテト左という2匹の犬を飼っていて、そこにしばらくの間さらにもう1匹子猫を預かって育てることになるかもしれないという話を聞いたんですよね。で、その話を聞いて、そういえば月猫北海道でも預かりボランティアってあったよなっていうのを思い出したんですよね。今だったらもしかしてできんのかな。でも預かりボランティアって付きっきりで看病しなきゃいけない猫とかを看病する感じだよね。ディフィルのいるしそれは難しいかなとかって思っていました。そんなタイミングで視聴者さんからのコメントで、月猫カフェから子猫の預かりボランティアをやっていますという方がいて、しかもその方は先住猫がいるお家でした。先住猫いても預かりボランティアできるんだっていう実例をそこで知って、預かりボランティアに挑戦するっていう気持ちがね、ちょっとずつ大きくなっていったんですよね。それから2ヶ月くらいね、ぼんやりと預かりボランティア、やろうかな、やっても楽しそうだよな、挑戦してもいても面白そうだな、大変そうではあるけどとかって考えていたんですが、やるかやらないかの判断を後にするとして、まずは預かりボランティアがどういうものなのかを月猫カフェに行っていろいろお話を聞かせてもらおうかなと思いました。あー、ディフィが来た、ディフィが来た。そんなことを思っているタイミングで、偶然月猫カフェのスタッフさんから別件で連絡が来まして、その流れでね、今度月猫カフェに行って預かりボランティアについてお話聞かせてくださいということでね、行かせてもらえることになりました。そして月猫カフェに行ったのがこの動画というわけです。この日は一応表面上はね、お話を聞かせてもらうだけということで伺ったんですけど、結局この日にね、子猫の預かりボランティアをすることがほぼ決まっちゃったっていうことになってるんですよね。猫の預かりボランティアをやるにあたって、僕の懸念点と疑問点としてあったのが、ディフィルノに病気がうつったりしないかっていう点ですね。軽い猫風邪くらいならまあ大丈夫だなとは思ってたんですけど、それ以外の同居猫にうつる系の病気、まあ僕が知らない病気もあるかもしれないし、そういった病気を持っている、かかってしまっている猫だったら預かるのは難しいのかなとかって思っていて、そんな都合のいい猫ちゃんがいるのかなとかって思ってたんですよね。で、そもそも預かりボランティアっていうのは、月猫カフェで大勢の猫と同じように扱うのが難しい、手厚めなお世話が必要な猫を各家庭でお世話してもらうっていうものだと思ってたので、健康面で何も問題ない、そういった猫が預かりボランティアでお世話する必要がそもそもないはずだなと思ったんですよね。
ということは病気にかかっている猫とか、まあ、そういうことになるのかなと思っていて、それならデュフィルノ難しいかなと、デュフィルノいるから難しいかなとかって思っていたんです。でその点については半分正解だし半分間違いなのかなという感じでした。血のみ子の預かりボランティアというのがあって、それは特別病気というわけではないんだけど、一人でトイレもできないしご飯も食べれないくらいのちっちゃい子ですね。母猫が全てやってあげなきゃいけないくらいの小さい赤ちゃん猫をお世話するというものです。これは寝る時間を惜しんでお世話しなきゃいけないので、まあかなり大変そうだなというのは思ったんですが、病気にかかっちゃっている猫以外となるとこのパターンになるのかなという感じでした。で実際今回預かったゼラチンペクチンはそのちょうど赤ちゃん期は超えたけども、まあそれ以前に猫風邪がひどかったりして、譲渡会まではもうちょっとだけお世話して育てたいっていうね、そういう時期の猫だったので、預かりボランティア初心者の僕にとっては一番お世話のハードルが低めで、そういった子猫でした。実は月猫カフェにお話を聞かせてもらいに行く前に、話を聞きに行くだけのつもりではあるけど、なんかその場で預かりボランティア決定しちゃいそうな気もするなという予感もしてはいました。なので少し覚悟もした上で、でさらにお世話のハードルが低めな可愛いゼラチンペクチンというね、子猫が現れたので、割とすぐに預かりボランティアをやらせてもらうことが決心できました。他の懸念点として、デュフィトルノのストレスは大丈夫かというものもありましたね。この点についてはまあ確かにストレスがゼロということはないかなと思ったんですが、まあ、先住猫のストレスがあまりに大きくて体調を崩してしまったりとか、または何かも大きなね問題が起きたりとか、そういった時はすぐに子猫を月猫カフェに返してもらって大丈夫ですよと、事前に月猫カフェのスタッフの方も言ってくれていました。もちろんね、無責任にねすぐにやっぱりやめますとか言ってね、そうやって言うつもりはなかったんですけど、まあ、最悪の場合の退路があるというのは預かりボランティアをやる上で、まあ新しい挑戦ですね。僕にとって新しい挑戦なので、預かりボランティアをやる挑戦の上では、まあ、後押しになったなと思いました。デュフィルノにとっては多少のストレスはあるかもしれないけど、まあめちゃくちゃ大きいストレスっていうわけではなければ、まあ過敏になりすぎることもないかなっていうのも思いましたし、まあそれ以上にね、ルノに初めてこう後輩猫ができて、ルノにいい影響があったりとかね、そういうのもあるんじゃないかなという期待もあったりもしました。こういったデュフィルノに対する懸念点があるのと同時に、僕自身への、この飼い主青柳自身への懸念点として、預かった猫に情が移っちゃって、うちの子にしたくなっちゃうんじゃないかっていうのもありました。これは大きな、あれですよね。これはかなり思ってました。これについてはコメント欄でもたくさんの方が同じことを言っていましたし、僕自身もこれは大きな問題だぞと思っていました。それでもね、まあ人生はね、出会いと別れの連続だしとか、そういうもんだしとか、悲しい気持ちとかね、寂しい気持ちとかなるかもしれないけど、まあそれも経験でしょうと自分に言い聞かせて、強い気持ちでね、絶対ちゃんと月猫カフェに子猫返すぞと、預かりボランティアやる前に決意はしてはいました。というのはね、精神論的なところなんですが、現実を見た時にね、猫2匹すでにいて、でさらに猫2匹増えて計4匹っていうのは、一人暮らしの我が家ではまあこれまあ無理だよなっていうふうにも思えたので、そういった意味ではね、今回預かりボランティアが2匹一緒だったっていうのはある種ラッキーだったかなとも思いました。これが1匹だけの預かりボランティアだと合計3匹かって、まあ、なんかギリいけんじゃねみたいな、こうやってね揺らいじゃう可能性がね出てくるかなと思ったんですよね。4匹だったらさすがに無理でしょって自分に言い聞かせるいい材料になったという点で、2匹一緒に預かりだったのはラッキーだなと思いました。こういった不安や懸念疑問はある程度解消されて、猫の預かりボランティアを実際やることにはなったんですが、最初にお話しした預かりボランティアをやることにした理由の具体的な話を、ね、最後にさせてください。僕が預かりボランティアをやることにした理由として、月猫カフェ並びに月猫北海道に協力したいというものがありましたが、月猫北海道に協力する上で大事だと思ったのが、僕のできる形で協力するということでした。現在ありがたいことに、皆さんのおかげでたくさんの方にね、このデュフィルノの YouTube チャンネルの動画を見ていただいています。そんな今の僕ができることの中で、最も月猫北海道に協力できることは、この YouTube で月猫北海道について紹介することなんじゃないかなと思いました。子猫の預かりボランティアをすることで、まず子猫のね、お世話をする負担が減るという意味で、直接的に月猫北海道への協力にもなるんですが、それを YouTube で発信することで、動画を見た人に月猫北海道のことを知ってもらうきっかけになるという意味で、月猫北海道への協力にもなって、さらには
預かりボランティアをした子猫、今回で言うとゼラチンペクチンの里親がね、見つかりやすくなるかもしれないという意味で月猫北海道への協力にもなってって思うかもしれないけど、里親探しの側面はね、実はそこまで大きな協力にもなるとは思っていなくて、なぜならね、こんな可愛い子猫は YouTube で発信しなくてもすぐにね、里親が見つかると思うからなんですけども、まあ、それよりもね、もっと大きな意義として、YouTube で発信することで預かりボランティアという形での協力の仕方があるよっていうことを知ってもらえたり、預かりボランティアをする人がね、これによって増えてくれたら、それが最も僕ができる形での協力になるんじゃないかなと思いました。もちろん月猫カフェの猫の里親になりましたよっていう方が増えてくれても同じことです。預かりボランティアはできないけど、月猫北海道に募金するよとか、月猫北海道の Amazon 欲しいものリスト買って送ったよとか、うちで余ってる未開封で賞味期限内のドライフード送ったよとか、うちで余ってるまだ綺麗なキャリーケースあるから送ったよとか、そういう行動を起こしてくれる人がね、少しでも増えたら、それが僕のできる形での月猫北海道への協力になるのかなとも思いました。預かりボランティアの動画を YouTube で発信することで、月猫北海道のことを紹介することで、そういった行動を起こしてくれる人が少しでも増えてくれればいいなと思っています。でね、もちろんただ猫可愛いって楽しんで動画を見てくれるだけでも、それだけでも全然ありがたいんですそういう人がダメとか言うわけでは全然ないです。ここはめちゃめちゃ大事な話。そして、無理してね、月猫を支援するっていうこともなくて、自分ができる範囲のことを自分のできる形ですればいいかなと思うんですよね。僕も月猫にお願いされたわけでもないし、僕がやりたくてね、勝手にやってることなんです。僕も無理がない範囲で月猫に協力しているという感じです。で、月猫もね、日々ボランティアを募集していて、月猫カフェの掃除をしたりとかね、そういう協力の仕方もあるんだけど、正直余裕がなくても僕もそこまではね、できてません。ボランティアとかそういったね、見返りを求めない活動はあくまでね、無理のない範囲でやることが大事だと思ってます。そこで無理しちゃうとね、まあ、せっかくこれだけのことをね、やってあげたのに、なんか何の俺もないのかよとかね、そうやってね、無意識にね、見返りを求め始めちゃったりするのがね、人間だと思ってるんですよね。なんか無意識のとこでね、ちょっと思っちゃうみたいな。だから自分に無理のない範囲で見返りを求めずに、そういった活動をね、みんなが少しずつできたらいいのかなと思っています。これはね、保護猫活動に関することじゃなく、いろんな全般に言えることだとは思うんですけど、まあそんなね、啓蒙みたいなことをするつもりも僕はないんですけど、ちょっと僕の考えとしてはそういう感じですっていうことを言ってしまいました。で、皆さんそれぞれいろんな考えがあると思いますし、まあ今の話に共感できないっていうこともあるかなと思います。僕が気づいていないこともたくさんあると思いますし、あと今回のね、動画の話を聞いて疑問に思ったり気になったりしたことがあったりしたらね、ぜひコメント欄に書いてもらえると嬉しいです。そのコメントに対しての回答だったり、僕がね、今回の話で話漏れた内容とかが思い出したりしたらね、それを今後ライブ配信とかでまたお話しするかもしれません。というわけで、僕が子猫の預かりボランティアをやることにした理由ときっかけ、経緯、心の変化、疑問点や懸念点についてのお話でした。長い話を最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。カレンダー発売中。